はい、こんにちは、VOJ ラボです。今回はですね、またレトロ PC をね、1台紹介します。はい、今回ね、紹介するのはこちらですね。はい、PC8801FH。はい、こちらモデル30になりますね。はい、前回ね、88M2MR をね、紹介しましたけどね。はい、それのだいたい1年後に出た機種ですね。発売で1986年10月。はい、このモデル30の、ね、標準価格が、16万8000になってますね。はい、モデル30と付くように、ね、モデル10と、ね、モデル20も、ね、存在します。はい、モデル10は、ね、あのフロッピーディスクドライブなしで、モデル20はフロッピーディスクドライブで1台だけという、ね、モデルがあります。 88FH、ね、見てわかる通りで、デザインが刷新しました。はい、CPU とはね、そんなには変わってないんですけど、はい、クロックがね、2倍になりました。マイクロ PD70008AC-8 というやつですね。はい、クロックが2倍になって 8MHz になりました。はい、もちろんね、従来互換で、4MHz にも切り替えができます。 4MHz、8MHz にね、切り替えができます。はい、ということでクロックがね、2倍になりました。まあ、後のスペックはそんなにね、前の88とは変わらないんですけど、はい、88M2FR に比べるとね、幹事ロムが、前は第一水準のみだったんですけどね、第二水準までね、幹事ロムが搭載されてます。なんてね、難しい漢字もね、はい、標準で出るようになりました。あとこの 88FH なんですけど、色がね、黒のブラックモデルもね、発売になりました。はい、上がね、ブラックモデルになります。キーボードも黒いですね、ちゃんとね。はい、88FH のブラックモデルはね、若干ね、レアだと思いますけどね。はい、まあ色の違いだけでスペックはもちろん全く一緒です。はい、じゃあね、では本体をね、じっくり見ていきたいと思います。はい、まずキーボードなんですけど、はい、前の機種とね、だいぶ変わりましたね。はい、カーソルキーもね、はい、使いやすい一般的なね、ところにね、配置されました。はい、ファンクションキーもね、従来の5個から10個になりましたね。あとね、スペースキーがいろいろね、分かれてね、変換キーとかね、ついてます。はい、でね、この辺にシフトとかね、日本語表示になってます、タブとかね。はい、で、メカニカルのキーボードです。はい、ここにね、 PC という、ね、キーが追加されました。これ何かっていうと、これ設定のね、スイッチですね。この PC キーを押しながら、ボタン電源を入れたりね、リセットを押すと、設定のね、メニューが立ち上がります。前の機種まではね、ここにリップスイッチがたくさんついてて、そこでね、いろんな設定を変えたんですけど、この機種から、はい、このキーを押しながら電源を入れることで、設定画面が立ち上がって、はい、そこで設定ができるようになりました。はい、コネクタもね、変わりました。はい、ミニディンタイプのね、キーボードコネクタになりましたので、従来のキーボード端子とは、異なってますね。まあだいぶ使いやすくなったんじゃないですかね。まあカチカチうるさいですけどね。はい、こんな感じなキーボードになりました。じゃあ続いて本体見ていきます。はい、本体フロント部分ですね。はい、だいぶね、なんかデザインがね、いい感じになりましたよね。はい、まずね、フロッピーディスクドライブは、はい、モデル30は2台搭載されてますね。はい、5インチ 2D タイプですね。はい、両面倍密度 320KB のフロッピーディスクドライブが、はい、2台搭載されてます。で、ね、スピーカーなんですけど、はい、フロントに来ました。前までの機種はね、この辺にね、上面にスピーカーありましたけどね、はい、フロントにね、ついたんでね、はい、聞きやすくなったと思います。はい、で、左から、はい、キーボード端子、はい、リセットスイッチですね。あとクロック切り替えがありますね。まあ、98シリーズはね、よくこの辺にありましたけどね、88でもここに8メガと4メガのクロックの切り替えスイッチがつきました。はい、電源入ってる場合クロックを切り替えてからね、リセットを押すとクロックが変わります。はい、でディップスイッチカバー開けますと、こんな感じで、はい、スイッチがあります。はい、CRT クロックの切り替えのジャンパーで、ディスプレイですね、
24kHz と 15kHz のディスプレイの、はい、切り替えで、あのね、動作モードの切り替え、ここにありますね。V1S、V1H、V2 モードと、このね、モード切り替えのスイッチがあります。あと、ヘッドホン端子。でね、ボリューム端子もね、前面に来ましたね。前までの機種はね、ボリューム端子後ろにありましたからね、不便でしたけど、はい、前面にね、ヘッドホンとボリュームがあって便利ですね。で、モード表示ですね。V1 モード、V2 モードの、表示ですね。まあ、さすがにもう N モードはないですね。で、電源スイッチという感じで、はい、FH のフロントね、こんな感じになってます。はい、続いてね、リアパネルを見ていきます。はい、A88 で FH のリアパネルです。はい、左からいきますね。はい、サービスコンセントがね、2つあります。で、空冷ファンが背面になりますね。AC の、ね、入力はインレットタイプになってます。で、AC ケーブルは取り外せます。はい、ここちょっと映っちゃってますけどね、これオプションですね。これサウンドボード2でね、実は 88FH はね、はい、標準の FM 3音 SSG 3音の録音なんですけどね、ここに、音源ボード専用のね、スロット端子、スロットね、がありまして、後からね、サウンドボード2ですね、 FM 録音のね、サウンドボード2が発売されましたけど、それをね、のサウンドボード2をね、専用スロットに入ってます。あのね、同接しないとこうね、カバーがかかってますと。ちょっと入れっぱなしにしちゃったので、後からね、入れようかと思ったんですけど、入れっぱなしってのでもう紹介しちゃいますけどね。はい、ステレオ出力ですね。ここはね、マウス端子ですね。アタリ仕様の、ジョイスティックジョイカードが使えます。はい、ここはオーディオ出力ですね。このサウンドボード2が入ってない場合は、ここからね、オーディオ出力がモノラルで出力されます。あとは、ディスプレイの出力ですね。アナログ RGB 出力。アナログ RGB でモニターをつなぐと、はい、512色中8色の表示ができます。でこちらはデジタル RGB ですね。こちらは8色中8色しか出ないのでね。アナログ RGB に対応したゲームはね、ちゃんとした色に、正常な色にはなりません。で通信用の RS232 端子、はい。プリンター端子、はい。そしてカセットインターフェース端子と。いう感じのインターフェースですね。あとは、はい、ここに拡張スロットが1本ありますね。はい、拡張スロットは1つです。はい、88FH のねリアパネルは、はい、こんな感じでした。じゃあいつも通りね、はい、カバーを開けてね中をじっくり見たいと思います。はい、まずはね上のカバーを開けました。はい、いつも通りねこのね5インチフロッピーディスクドライブはね、だいぶ面積をね、占めてますね。はい、で、この電源ユニットがありまして、はい、クーレファンが見えますね。はい、あとサウンドボード2のね、拡張ボードが、はい、ここに入ってます。なんで、サウンドボード2増設するときはね、もう上の蓋取ればここで増設ができます。あとね、拡張スロットがあります。さすがに拡張スロットのね、レールは2本になりましたね。前の機種までね、はい、3本ありましたけど2本になりましたね。あと拡張スロットの、コネクタなんですけど、はい、FH はね拡張スロットね1スロットなんですけど、はい、今ねここについてるのはね、はい、コネクタ2スロット分あります。はい、これ増設したわけではなくてね、この拡張スロットのライザーカード、これ実は FH 用じゃなくて MH 用なんですね。はい、MH からね引っこ抜いて、はい、FH にね、つけたんで、拡張スロットね、2本になってます。特殊ですけどね。はい。なんで MH から抜いたかっていうとね、実は MH、88MH 持ってたんですけど、はい、例のバックアップバッテリーですね。はい、液漏れしまして、マザーボードがね、腐食してダメになりました。で、MH 捨てちゃったんですけど、その時にね、引っこ抜いた MH の、拡張スロットのライザーカードをね、FH に入れました。なんで、拡張スロットが2本になってます。本当はね一つです。はい、なんでまあただね後ろをねパネル加工してないので、ちょっと2本ね完全に使えるかというと、まあ、微妙なんですけど、はい、じゃあねさらにまたバラしていってねマザーボードを確認したいと思います。
これフロッピーディスクドライブですね、搭載されてるのは、はい、FD55BR-320 ってやつですね、はい、88FH にはこのドライブ入ってます。はい、これがね 88MH-FH 用の専用のサウンドボード2になりますね。はい、ヤマハの YM2608B ですね。これ搭載されてます。これもね、それなりにレアですよね。これ電源ユニットですね。電源ユニットはファンと一体化になってますね。電源ユニット型番がないですね。型番が書いてないです。はい、拡張スロット部分ですね。なんか88ってすごいシールドされてますね。初めて開けました。はい、ついにマザーボード出てきました。はい、見ていきましょう。はい、こんなマザーになってますね。ロムがありますね。これ M ロムって書いてあります。はい、はい、メインシープこれですね。はい、マイクロ PD7008AC-8 ですね。メイン CPU です、ね、だと思います。はい、あとここにも CPU ありますね。マイクロ PD780C 4メガの Z805 価の CPU ですね。ここにも CPU があります。はい、マイクロ PD3301AC ですね。ロムがあって、はい、マイクロ PD765AC FDC ですね。フロッピーディスクコントローラー。これはマイクロ PD23C2000C カスタムチップがあって、まあこの時代でもまだね TTL が結構ありますね。ロムがありますね。この辺がラムですね。 M ラム T ラム V ラムという感じでね。ここにパターン E ラムってパターンがありますね。増設できそうですね、ここね。はい、確か誰かネットで見たらこう増設してる方がいたけど、なんかね、ね、すんなり増設はできなかったみたいですよね。ここに拡張メモリが増設できそうなパターンがあります。はい、ここにね内蔵の FM 音源、はい、YM ヤマハの YM2203C がありますね。これ載せないでね、この最初からね2608載せないと思うんですけどね。こんなね嫌がらせをしている感じですね。はい、これスイッチがありますね。はい、こっちにするとね、このサウンドボード2ですね。押せながら多分こっちにすると内蔵の FM 音源が使用されるんだと思います。はい、バックアップバッテリーはここにありますね。大丈夫かな。あ、危険な感じですね、やっぱりね。ちょっとなんか端子が微妙な感じですね。これは撤去した方がいいですね。ちょっと危ないですね。はい、これでね 88M1 も死んだんで、やっぱこれは撤去しないとダメですね。はい、 88FH はねカセットがね CMT がインターフェースがついてますね。カセット端子もありますね。カセットのリレーでしょうかね。はい、 PC8801FH のマザーボードでした。はい、じゃあまた組み立ててね動作確認をしていきたいと思います。はい、88FH また組み立てました。まずね動作確認なんですけど、先ほど言ったねPC キーを押しながら
電源オンでね、設定画面が出るんで、その設定画面をね、まず見ていきます。はい、こんな感じでね、設定画面が出ます。はい、設定項目こんな感じですね。はい、立ち上げモード、ベーシックモードかターミナルモードかと、ね、1行あたりの文字数80字40字、はい、行数20行25行で、システム立ち上げがディスクなのかロムなのか、内蔵フロッピーディスクインターフェース、使用また禁止で、メモリーウェイトオンオフで、拡張スロットタイプ、タイプ1タイプ2と、はい、こういう設定の画面が PC キーを押しながら立ち上げると出てきます。はい、で各項目について説明がね、あの説明キーというかヘルプキーですね、ヘルプキーを押すと説明が出るようになってます。はい、こんな感じですね。拡張スロットは信号切り替えの、今説明ヘルプをね見てますけど、はい、こんな感じでねヘルプが出るんで分かりやすいと思いますね。はい、ディップスイッチだとね、設定はねマニュアル見ないと全く分からないんでね、はい、これだとマニュアルが、ね、なくても、はい、設定ができると思います。はい、PC キーの設定画面はこんな感じでした。では、ね、早速ね起動の確認をしていきたいと思うんですけど、まあ普通に起動しても面白くないんでね、ちょっとあの珍しいものをね起動していきたいと思います。はい、ご存知の方もいると思うんですけど、あの PC88 シリーズはね、はい、NBASIC のねロムも載ってます。はい、要するに PC8000H 互換のねロムがあるんで、 PC8000H のソフトはそのままね走ります。なんでちょっとまず PC8000H のねソフトをね起動してみたいと思います。はい、起動するのはこちらですね、マニアックな、はい、PC ね8000シリーズ用のね CPM ですねこれをね、はい、起動していきたいと思います。はい、こんな感じでね、はい、5インチの 2D 版になりますね、8000インチ用の CPM です。はい、これをね、起動してもいいんですけど、これね起動すると、大元のディスクなんでバックアップを取れてね言ってくるんで、はい、バックアップ取ったやつがあるんでね、これで起動していきます。まずね V1 モードでロムベーシックを起動します。 V1S モードでまずねロムベーシックを起動します。はい、ロムベーシック起動しました。じゃあ8000インチ用の、ね、CPM を移動してみたいと思います。はい、ニューオン1、はい、こんな感じでね無事 PC8cm 用のはい、CPM が起動しました。はい、動作はね OK な読んだんで、 いつも通りね次はゲームソフトをね起動してみたいと思います。はい、起動するソフトなんですけど、まあやっぱこのね時代といえばこれでしょうというところで、はい、まあありきたりですけどね、 EAST2 ですね。サウンドボード2対応ではないですけど EAST2起動します。
はい、ということで今回は NEC の PC8801F1 モデル30をね紹介しました。ありがとうございました。